おとといもいだ葉っぱなんですけど、初めてね、人生で初めてイチジクの葉っぱをね、お湯に入れました。ちょっともうこういうちょっと色抜けてるやつとかもねあったんで、ベストじゃないけど、なんか葉っぱがこうやって浮いてるだけで、やっぱグリーンをね見ながらお湯に浸かるっていうのはなんか良さそうですよね。今からね入ります。ちょっとね充電がないんでね、多分紹介だけになります。でこれが正しいのかどうかもわかんないですけど、なんかゆず湯みたいに袋に入れた方がいいかなと思ったんですけど、なんか家族がね別に葉っぱだったらそのまま浮かべればいいじゃんみたいな感じだったんで、なんかこんなねなんかホテルのバラ風呂みたいな状態になってます。これでもみもみしながらね、ちょっと葉っぱとかスリスリしてみたいと思います。多分本当はね、こういう若くて青々としたね、葉っぱを全部使うべきなんだろうけどね。はい。とりあえずまあ、なんだろう、やってみることにね、ちょっと楽しみがあるって感じなんで、初めてのイチジクのね、お風呂入ります。今夜中の2時12分ですね。さっきね、初めてイチジクの葉っぱ浮かべたお風呂に入りました。で、もう今年葉っぱ全部終わっちゃったんで、初めてであり今年最後のね、イチジクの薬浴っていうのかな、イチジクの葉っぱ浴でした。で感想はね、もっとなんか甘い香りが漂うのかなと思ったら、特にね香りはしないで、普通にねなんか浮かんでるそのイチジクの葉っぱのグリーンに癒されて、まあ、なんかあるかどうかわからない薬効を感じましたねでなんか別にこうお風呂上がりもスベスベしたりとかそういうのはないんですけど、まあ、お肌には悪いかもしんないけど、イチジクのね葉っぱの裏側のね産毛が生えてるところでちょっと赤すりをしたりとかしました。そしたらね、あの大事な部分がねピカピカになったんですけども、残念ながらねお見せすることはできないのと、綺麗になったなと思ったんですけど、しばらくしたらねヒリヒリ痛み始めたので、そのイチジクのね葉っぱのね産毛ではね、あんまり体を擦らない方がいいと思います。特に大事な部分は。まあ、なので、しっとり感とか、あと甘い香りとか、そういうのはね、なかったんですけど、まあ、一応、まあ、効能があると信じて、お風呂上がりにはね、お湯流さないで、体、かけ湯しないで、出てきました。なんか、肉体的な満足っていうよりかは、精神的な満足の方が大きいかなって思います。